水俣の夏再び、ブラスバンド、和太鼓、フラメンコ、ダンス、DJ ラップ、アコースティック、ロックバンド、この様々な音楽のジャンルを一つのイベントにちゃんぽん。音を楽しむのにジャンルはいらない。それをこの水俣から発信、そして子供から大人までたくさんの人たちに見て楽しんでもらい、未来へつなげていく、それが水俣ミュージックちゃんぽん。この動画をご覧の皆さん、ゆかり&マサルフューチャリングユニコーンです。今回ミュージックチャンポンに初出演させていただきます。優勝目指して頑張るぞ。優勝、じゃあスモモです。小麦です。スモコムです。今回ですね、ミュージックチャンポンということで参加させていただいてます。ありがとうございます。この間ですね、鹿児島でラジオ放送出させていただきました。でその曲もですね、織り交ぜて今回演奏させていただきますので、ぜひ皆さん聴いていってリラックスしていただければね、いいですよね、はい、ということで、スモモと小麦でした。ちゃんぽん、4月24日来てね、待ってます。ブンブン、ハロー YouTube、 どうも皆さんこんにちは、 DJ ショッティです。今日ご紹介するのは水俣ミュージックちゃんぽん。はい、4月の24日場所は福田農場であります。第1部第2部で、第1部が10時から2時まで、第2部が3時から8時まであります。第2部の方がですね、料金がちょっとかかるんですけど、なんと500円で見れちゃいます。そして屋台とかもいっぱいあるんでですね、祭りとしてですね、遊びに来てもらいたいなと思っております。いろんなアーティストが出ますんで、皆さんどうぞ遊びに来てください。よろしくお願いします。トゥデイズショーティースポイント100! Hey, what's up? 俺が T.I. マザファタ PSY Yeah, MC です。どうも。7月24日日曜日、俺の地元水俣福田農場スペイン村の方で、今年も水俣ミュージックチャンポンありますんで、皆さんぜひ遊びに来てください。ネイバフー、イエイエイエイ、4月24日水俣チャンポン、いや水俣ミュージックチャンポン、イエイ、乗り込むぜチャンポン、イエイ、ティップシー、俺富士県 OGB、 乗り込むから水俣のホーミーは準備しとけ、ピッサヨー。7月24日水俣ミュージックチャンポン見に来てください。
どうも、ゼロ六です、僕ら、4人組でバンドをやっておりますが、今回アコースティック2人組で、出ることに出させてもらうことになりました。ぜひアコースティックでみんなの心をキュンとさせます。ね、キュンとね、うん、キュンとね、キュンとね、デブ2人で頑張ります。こんにちは、おてちん IMF です、名前紹介します。ギターのしんやさん、おてちんことしんやさん、どうおてちんことどうドラムのよしのりベースのまさしとボーカル大輔でやってます。チン今のミュージックシャンポン、7月24日、ぜひ皆さん楽しんでてください。お願いします。タイムでした。7月24日水俣市福田農場で開催される水俣ミュージックチャンポンに出演することになりました。ザ・ライアンハニーズです。僕らは普段県外での活動が多く、地元水俣でのイベントに参加することは非常に少ないので、今回の水俣ミュージックチャンポン思いっきり楽しみたいと思います。皆さんにも僕らのロックで何かを感じてもらえたら最高です。7月24日湯の湖で待ってるぜ。みんなまた楽しみにしとけ。どうも、ピストのゲツです。水俣で活動している4人組のオリジナルで楽曲やってますロックバンドです。7月24日に福田農場でミュージックチャンポンのイベントで、音楽で水俣を熱くするイベントに参加させてもらえるようになったので、それで演奏しますんで、精一杯頑張ろうと思います。なんか意気込みないですか。こいつのギターをとくとくらんあれイエーっていうことで、ポンコツくんは頑張りますということです。皆さん、ベストのゲッツです。ミュージックチャンポンぜひ来てください。よろしくお願いします。わーっ第2回水俣ミュージックチャンポン、7月24日日曜日、場所は湯の湖スペイン村福田農場パテオ。第1部は10時から14時まで、第2部は15時から8時まで。たくさんのお越しをお待ちしております。皆さんで活気のある水俣を作りましょう。